北関東女子1600m リレー2戦、タイムより決勝に進出する2チームを紹介します。3組、3着に入りました宇都宮女子、次に1組3着に入りました茨城クリスト茨城、3分58秒51になるの以上2チームです。2走者に関して先行は東海大輝です。続いて法政二高、寿司改正と続きます。
第2走者から第3走者になります。Thank you.
長勝利、そして日本中学校の千葉選手です。3着、八千代松陰一が3分14秒95です。